はい、おはようございます。始まりました今日のワンコンテール毎日更新でレトロゲームを遊んでおりますよ的な動画でございますよ。今日のゲームはこちらです。大魔界村です。で、いやどんなゲームでしょう、さっぱりわかりませんね。何もわかりませんね。じゃあやってみましょうかというわけで、カセットの表はこんな感じですね。なんか魔法を使ってますね。金色の鎧を着てますね。どんなゲームかさっぱりわかりませんね。というわけで、今日のワンコンテンツ1回ゲームオーバーになるまでにどんな感じのゲームでしょうかとか紹介したり体験したりができたらいいなと思っております。よろしくお願いします。今日は短いぞ。よし、行きましょう。今日は行きましょう。はい。それが、どうだっけ、デモ画面とかあったっけな。大魔界村というか、魔界村シリーズのルールをよくわかってないんですよね、私は。プッシュスタートボタン。パピレレプログラメドゲームセガ1989。オリジナルが1989のゲームだぞって。あ、てか、大魔界村って、大魔界村もアーケードだっけ？魔界村が本来ね、アーケードらしいっていうですね。まあ、アーケードで稼働してた時代を知ってる人もまあいるんだろうな、もちろん。で、その、魔界村が難しいっていうイメージが強いのは、やっぱりファミコン版が、ね、超難しかったからっていう、そんな感じらしいですけど。まあ、じゃなくてもちゃんと難しいと思うけどな。まあ、ちゃんとしたアーケードの、だっけ、初代魔界村遊ぼうと思ったら、カプコンアーケードコレクションみたいなやつで遊べるんだったっけな。というわけで、もし興味がありましたら、皆さん遊んでみてはいかがでしょうか。お、レベルセレクトプロフェッショナル、危な。どうする？え、どっちがいいんだ？ジョイスティック、メガドライブ、アーケード。わかんないです。わかんないです。なんかプロフェッショナルな勝手に なんか下で上げられてますけど、いいんですかね。まあいいや。プレイヤー1、レディービギナーにした方がいいかな。とりあえず、2段ジャンプはないみたいです。ああいうの取った方がいいんだっけ？別に取らなくてもいいんだっけ？あぶ。敵の量が多い。ちょ、花がかゆいけど、花をかく暇もない。あ、マジシャン、マジシャン、バカ野郎。誰がチキン野郎だ。ちょ、待って。やば。特定の場所でジャンプした時に宝箱が現れるシステムだっけ？ちょ、待って。プロフェッショナルだから容赦ない？まずいじゃん。ざけんじゃねえ。ちょ、危ない。危ない。なになに？ちょ、放物線起動嫌い。これは楽しいゲームだな。これは楽しいゲームだな。宝箱の中が。宝箱の中がことごとく、おい、ソードか。ソード割と好きよ。やっぱこの近接武器のロマンがあるよね。よしよし。バニシャンが全部ぶっ飛ばせばいいんだ。そんだけの話、簡単な話や。危なっ。はしごに捕まってるときは武器を振れないらしい。あのロマン武器の騒動が見れたところで、つい！おじいさん。次の武器が来たら即変えよう。危なっ。わ、そんなことすんの？やば。ことごとくマジシャン。あ、まだ、あ、まだ、ちょっと。何番、どこで何番目入れる宝箱に、はこう何が入ってるとかって決まってんだよね、確かね。だから、その宝箱。この。骸骨は。打ち返せないらしい。
一旦さ、最初でプロフェッショナルになってたのがいかんわ。ちょっと、身の丈なんだ、プラクティスの方でやるわ。というわけで、一回ゲームボーイになりましたけどですね。まあまあまあ、まあいいじゃない。身の丈に合ったモードでやろうぜ。あ、下にプラクティスって書いてある。さっき、下にそんなこと書いてあったっけ？ことごとくマジシャン。もう鎧、ナイス鎧。これでいいのか。問題はこいつらが上から降ってくるっていう点か。熱い。ソード、うわー、ちょっと待って。ソードはもういいです。このゲームもしかして消えない武器。そうっすか。ギリ届くの？でかい、でかギロチン。あ、なんかあったね、このかまいたち。熱い。ジャンプした風に飛ばされてかまいたちに触れさせられました。熱い。この風吹いてるのずるいわ。そしてマジシャン。プラクティスかどうかって関係なくない？もはや熱い。まあ魔界村はね、もうゲームがまともにできる人から言わせれば普通に覚えゲーだって言いますけどね。簡単に言ってくれるぜ。画面の点滅どうだろう。おう、チャージしてドーン。ドーン。まあ、ソードの魔法強くない？どんな魔法があるのか全然把握。私熱い。あ、熱くない。ナイフ、やったね、買ったよ。何今のと。あ、ダブルモード。危ない、怖い。危ない。くそ。ドロー、ゲロー。多分プラクティスモードのおかげであんまりこう、ちょっと待って、硬くないですね、あの高鬼が。あぶっ。はい、というわけで終わりました。プロフェッショナルモードでもゲームプロフェッなんだっけ、プロフェッショナルモードでも結果はほとんど変わりませんでした。というわけで、今日はみんな大好き大魔界村でした。はい、このゲームもね、割と先ほども言ったけど現代でも遊ぶ手段はそこそこ探せばあると思いますので、もし遊んでみたいなとか懐かしいなと思った方は探して遊んでみてはいかがでしょうか。というわけでお疲れ様でした。逃げろ、さよなら。